仕事って私はこう長年やってきて、やっぱもう諦めないっていうことなんだろうと思うんですね。いろんな考え方ありますしですね、こういうやっぱことを、仕事はいろんな諦めないってことね。それからやっぱ仕事は基本がやっぱしっかりしとればですね、あとは大体こう、それ全てがプロにはなりませんよ。一つは幹がしっかりしとれば、あとはもういろんな応用でですね、ついてくるんですよね。ですから、まあ、いろんなことをやっとるとは言うものの、やはり一つ自分の得意な分野っていうのがあれば、を見つけていけばいいんじゃないかなというぐらいに思いますけどね。我々やっぱ現場を自分たちのやっぱり未来とですね、言われてどうのこうの、じゃあこれ失敗しますよね。みんないいこと言いますよね。現場を歩いてきてる人は、そうはいかんぞと。やっぱ自分の目で、いろんなリスクをやってます。で、特に言いたいのはやはりこれからどこの建設会社もその日本はこういうことですから、海外へ志向、もともと前から出ておられるから余計今出られるとしてるけど、しかしやはり新しく出ていくとですね、なかなかある程度年取って出るとなかなか大変ですよね。この経験値は大事だと思うんで、我々はそういうものはちょっと肌身で大体感じてますから、まあ、それといろんな失敗もしてきてるから、同じ失敗はしたくないんでね。だからやっぱもうそういうところはそういう具合にブレーキかけてみたりしながら進めてるところですよね。同じこういう同業者とか建設会社さんに比べても我々は結構早めに40年頃前からも出ていてますから、そういう経験値が積み重なってるとは言えますよね。10年ごとぐらいにこう波があるんですけど、やっぱ波を乗るっていうよりもその波に対してやっぱ対応していかないとですね、波を何ともしないようなその立派な会社ってそうないと思うんですよね。よほど資産を持っていればねいいんでしょうけど、そうはいきませんので、やはりそれに合わせた形であるし、仕事っていうのはやっぱグローバルだと思うんですよね。同じ仲良くしてね行けば仕事はたくさんあるわけですよ。それをしないもんだから、ヨーロッパからいっぱい来てですね、中国にその例のリニアの新幹線を通してみたりね、韓国でもいっぱい海外の人来てあるわけですよ。日本こんな技術持っててね、でその技術を日本の中で一生懸命話し合いしながら仕事しとったわけですよ。でそうじゃなくて今度は競争になりましたでしょ。東南アジアなんか一番こう今もうベトナムとかラオスとかですね、もうどんどんもう上がってきてますよ。淘汰されていくのがね、時代の流れだと思うんですよ。でどこかはまあそれぞれの会社が生きる道を今一生懸命模索して、大半のところはやっぱ海外行ってマーケットが大きいよねっていうようなことで、もうすごいんですから、エネルギーと鉱山関係のその活況の度合いっていうのは。だから今いろんなものが値上がってるでしょ。ああいうものはものすごい影響してるんですよね。